いろんなお願いなんですよ。彼女と世界旅行行きたい、お願いするんですね。で、お願いは聞かれるのか聞かれないのか、ね、お賽銭はいくら出しますか。え、5円、5円で1億円欲しいの。それは涼しいね。お賽銭の額はどうだかわからないですけど、一番最初は神社に行ったら、お寺に行ったら、ご先祖様のところに行ったら、やるべきことはこの感謝ですよ。まあ、僕は感謝と祈りっていうんですけど、感謝です。お願いは聞かれますか、叶えますか。まあ、お願いする内容にもよると思うんですけど、お願いっていうのは聞かれる場合もあるし、聞かれない場合もあるし、それじゃダメなんだよね。お願いは叶わないと、現世契約がないと困っちゃいますよね。で、お願いがですね、ちょっとこれはスピ系みたいな話なんですけど、海外のニューソートっていう考え方の人たちが言ってる寓話で読んだことあるんだけど、神様の前でですね、僕は1億円欲しいって願う。その神様は、あいつがクボテラってやつが1億円欲しがってるけど、私は求めよ、さらば与えられんって言ったから、あいつに1億円やってやれ。神様の弟子っていうか天使たちにですね言うんだ。どうですか、叶いますかね、1億円。そうしたらその天使たちがですね、この神様の世界っていうかね、宇宙の中を駆け巡ってですね、1億円を私にあげようと思って探してくれたらしいんですよ。ただ神様にその天使がね報告するわけ。どういうふうに報告するかっていうと、神様の世界にはですね、1億円はおろか1円玉もありませんでしたって言うんだ。なんかよくわかんないでしょ。これがオチなんです。神様の世界にはお金がない。神様の世界にあるのはここの額って言えば誠しかないかもしれない。我々の心っていうか、1億円の価値を出す知恵だとか、愛情だとか、勇気だとか、そういった目に見えない価値しかないんだ。1億円そのものなんか神様持ってるわけないんだっていうオチなんですよ。だから5円あげてもダメだよ。でもあげた方がいいと、50円ぐらいあげた方がいいと。これ何かっていうと、ここ5番なんですよ。ここの大生命親神、氏神、これはどういうところで話しているかっていうと、実はおととい僕、福井県の福井県神社庁福井支部っていうところで、総代会の皆さん、総代の皆さん、60人ぐらい、でも平均年齢70何歳のですね、おじい様たちとですね、勉強会したんですけど、この時と同じ資料なんですけど、だから氏神があって、氏子がいるよ、地域の神様。そしてみんなここの神様って大きな生命だとすれば、我々は小さな命だ、氏子なんだ、氏神も氏子も一体だよっていう考え方なんですよ。神様が望むようなことを僕らがお願いするんだったら叶うかもしれない。神様が望まないようなことは願ったって叶うわけないよっていうことなんですよ。これはどういうことかっていうと、神様は何をお望みになるんだろうかっていうことですよ。だから我々は願いじゃなくて、僕はこの祈りっていうのはこういう字を当てているわけです。命の宣言って書いてあるけど、命の乗り事って書くんですね。で、これは祈りとお願いは違いますよ。祈りっていうのは、神様、この靖国の御祭神がどういう思い、祈りをお持ちなのか、それに合えば、その思いとですね、私たちの祈りが合えば、我々がお願いすることを叶うかもしれない。まあ、叶うために祈れっていうわけじゃないんですよ。だって、僕はですね、靖国神社にお参りしてですね、
別に商売繁盛を祈っちゃいけないとか願っちゃいけないなんて全然思わないんですけれども、やっぱり違うんじゃないかな、祈る内容が。やはり靖国の御霊にはですね、やっぱり国のことを思う、世界の平和を思うこと、ね、民族の救済というか民族のことを願うこと、祈ることがお祈りの内容としてしかるべきだと思うんですね。これは私がね、ちょっと脱線しますけど、中条孝則さんですか、朝日ビールのね、元会長さん、私はまあ何回か講演聞かせていただいて、その中条先生と親しくされて一緒にいろんな講演旅行している人から聞いたことある話なんですよ。本当か嘘か知らないって言ったらおかしいんだけど、中条先生はですね、ご自分も陸士に出られて、自分の仲間がもうほとんどの方が戦死されているっていう体験の中で、ただ中条先生は実業家として生きられたわけですよね。だけど自分はもうほとんどって一回も自分の会社のことをお願いしたことないんだと。ただ一回だけはあったそうですね。やっぱりどうしてもね、アサヒビールはもうどうしようもなくてね、ダメだった時が、ダメっていうかもうどうしようもない状態があったらしいですね。その時に、まあ、お願いって言っていいのか、なんていうか、その英霊の方々にですね、どうしたらいいかってことをこう言ったお祈りっていうかね、その気持ちの中でお話しされたそうですよ、御霊に。そうしたらね、僕が聞いた話ですよ、ここ本当にただ その通りかどうかわからない、お祈りしてる時にも頭にガツンとね、なんか衝撃っていうか、皆さんもよくご存知かもしれないけれども、走った。でその時に亡くなられた戦友の方々がですね、こう前に出られてね、中条まだお前そんなこと考えてんのかっていうことを言ったそうですよ。俺たちは結婚もできなかった、何もその人間としての楽しみもう何もなかった、だけど国のため将来の日本を信じてですね、我々ですよ、将来の日本というのは、将来の日本人を信じて散っていった、それなのにまだ金儲けのことを言うのかっていうことをですね、衝撃として感じたっていうことをおっしゃってましたね。で僕は、皆さんいろんな神社さんがあって、いろんな御祭神があって、それぞれの神様にはそれぞれのこのお約束っていうか、この祈りがですね、神様そのものの祈りがあって、その祈りとですね、私たちがどうこの波長を合わせるかっていうことが大切なんじゃないかなって思ってるんです。この祈りっていうものをですね、だからみんな僕らもこの氏子です、まあ、氏子なんですから、神様の子供ですから、全部この自分たちの命の乗り事を持ってるんですよ。これを発揮すればですね、神様と一緒になってこれ発揮すればですね、私はいいんじゃないかなと思ってるんです。だから単なる願いじゃない、我々はやっぱりさっきこちらのお嬢様がですね、感謝ですって言ってくれた通りなんですよ。感謝と祈りっていうのがまず私たちが神様に捧げるべきことなんですね。でここが3番、一つのポイントなんですよ。感謝と祈りで、感謝っていうのはありがとう、もうこの話をすればもっと長くなって、東日本大震災の話に戻れば、もう学校があるとか職場があるだとか、そういうことも全てありがたいですねっていうことなんですけど、今日は靖国神社さんなんで、私も今日初めて中条会長のお話、皆さんの方がよくご存知なんでしょうけれども、私も老後へのことでお話しさせていただいたけど、神様とその御祭神とですね、どういうふうに何を祈るのかっていうことが、やっぱり僕はこの大切なことなんじゃないかなって思うんですね。この3番にちょっと戻るんですけど、神は人の敬うによって意を増し、人は神の徳によって運を添うと。神様は敬う人の純真な真心に触れ、神様のご意向はさらに輝きを増し、神様の広き厚きご神徳の
五加護で人は導かれ運を開く。神様と人とは一方通行ではなく、お互いがお互いを高め合う存在である。これは東京都神社庁が解説している文章ですね。神は人の敬うによって意を増し、人は神の徳によって運を添う。だから神様はですね、敬われなきゃダメなんですよ。我々の側から言えば神様に礼を尽くさなければダメなんですよ。だから神棚は、ね、よくお札をもらってきて、僕の本にも何回も書いてるけど、壁に画鋲で刺さないでくださいねとか、ロッカーの上に直置きしないでくださいねってみんな僕が書いてるんですよ。神棚はやっぱりせめてですね、このお宮みたいなもの、それからお宮だけじゃ僕は本当はダメだと思ってる。これは僕の商売のためだけに言ってんじゃないですよ。この木が必要なんだと。これはお宮だったらこっちは鎮守の森なんだよと私はお話してる。神様は自然ですから、自然物の上に祀らなきゃダメだというのは僕の考え方です。私の考え方です。祀るっていうのはお札を置いとくだけじゃないんですよ。水をあげたり、塩をあげたり、お榊をあげたり、あるいは祈りをあげたり、感謝を差し上げるっていうことを言葉の中で、これが神様を祀るってことですよ。だから我々はお守りを持ってるんじゃない。でお札っていうのはお守りじゃないんですよ。皆さんもお守りいただいてると思うけど、お守りに水をあげる人はいないけれども、この神棚には祈りの言葉、感謝の言葉、そして目に見える水やお榊をあげてください。これはコミュニケーション、神様と人間のコミュニケーションで、コミュニケーションがあるからこれはお祭りなんですよ。神様も生きてくるし、私たちも生きてくる。ここに書いてある通りなんですよ。神様と人間は相互関係が出てくる。この相互関係がなくなったら意味ない。皆さんは千と千尋の神隠しっていうのをね、ご覧になったことあるかと思うけど、あそこに腐れ神っていうね、神様が出てきて、覚えていらっしゃる方いるかどうか、お風呂でたくさん薬湯をかけて急ぎっていうかね、清まっていくんだけど、神様はお祭りされなかったら神様じゃなくなっちゃう。それが日本のすごいところだと。神様も祭られなかったら神様じゃなくなっちゃう。妖怪みたいになっちゃう、貧乏神になっちゃう。それはすごいね。そういう世界観を持ってる、宇宙観を持ってる民族なんてそうそういないですよ。だから我々生きてる人間は神様に対して感謝と祈りを捧げなきゃいけない、お祭りしなきゃいけない。それがなかったら神様は神様じゃなくなる。これも私が聞いた話じゃないです、中条会長の話でね。やっぱり靖国もだんだんお祭りっていうかね、みんな真剣に国家のですね、国家を代表する首相が、総理大臣がですね、ご挨拶に来てくれない。もう何年も何十年も。これは敬うをなくしてるわけじゃないですか。礼をなくしてるわけじゃないですか。そうすれば神様のご神徳もね、やはりだんだん残念ながら薄くなっていく。で日本が、これは中条会長が言われてたらしいんですけれども、日本がここまでですね、経済的に発展したことの理由の一つは、やっぱりこの靖国を代表とするですね、この第二次世界大戦、大東亜戦争で亡くなった方々の御霊のこの純粋なお気持ちっていうか、我々の将来をですね案じていかれたこと、このご神徳があったからこそ今日の日本があったんだ。だけどもう忘れちゃってるわけですよ。日本人自分たちだけで何とかやってきた、戦争あったことすらも知らない人たちがたくさんいるわけじゃないですか。そういう我々の先祖と私たちも一体なわけで、つながる命ですから、この命のつながりをですね忘れてしまったらダメなんだ、私はそう思っております。ですからこの神様っていうかね、ご祭神と私たちをつなぐ、感謝と祈りをつなぐ、自宅や家
会社における重要な場所なんです、神棚っていうのは。だ僕は自分の本で神様と私たちをつなぐ電話です、直通電話ですって書いてある。だからどんなことをですね、この神様にお話しするか、一応くださいと世界旅行行きたいですっていうお祈りをするか、私も日本のために働きます、どうぞ知恵をください、勇気をくださいで電話をかけるのか、それは皆さん次第ですよ。だけどこの神棚っていうものは僕の肌感覚ではもう 10% もうギリギリですよ、このままいくと。で神社会もあまり大きい声で言えないけど、福井県行ってびっくりしたね。本当に普通の氏神さんを祀ってらっしゃる神社さんで、経済的っていうか大変ですよ、本当に大変。このままでは日本の社会から神社ってなくなっちゃうのかなって思うぐらい神社は大変ですよ。だから皆さん寄付出してくださいっていうことじゃない。だから末端のですね、氏子を作っていく、あるいは数継者を作っていく、そういうことに対してぜひ私なんかもできることは限られておりますが、皆さんも一つの地域あるいは学校や企業の中でですね、この神棚を祀る文化をですね継承、神棚を祀る文化を発信していただきたいと思っているんです。それこそがですね大切な仕事だと私は思っております。とりあえず、私の方は前段の、どうしてこの神棚文化を次世代につなぐっていうことのテーマで、後半はこれから作業とまたちょっとお話も交えながらしたいと思いますので、ご清聴どうもありがとうございました。